このセイトンが使ってまいりますのはポケットモンスタースカーレットバイオレットの環境においてね、ダブルバトル使用率ランキングがなんとね公表されましたということでね、今回そちらをね見ながら喋っていく動画となっております。先日ねビクトリーロードというね、海外のポケモン VGC いわゆるまあダブルバトルというか世界大会ルールとかのね、まあ、記事とか大会を取り扱っている、サイトさんがですね、大会を主催してくれまして、なんと参加者が500人近く集まったということで、使用率のデータとしてはかなりね、精度が高いものを取れてるんじゃないかなと思います。というわけで早速ランキングの方を見ていきましょう。1位から30位まで出ておりました。それがこちらです。ドン！ということで、さあ皆さんどうでしょうか。皆さん予想はどうでしたでしょうか。なんと1位はサザンドラということでね、このポケモン、やはり最強でしたということでね、順番に見ていきましょう。1位から10位まで、サザンドラ、サーフゴー、ガブリアス、ヤミカラス、マスカーニャ、モロバレル、オーロンゲ、このヨザリ、イッカネズミ、ニンフィアということで、まあまあまあなあ、よく見る強いやつらだなって感じはしますね。さあ続きまして、グレンアルマ、ミズロトム、ウィンディ、ドドゲザン、メス、イエスさん、ラウドボーン、ゲンガー、ソーブレイズ、カイリュウ、ギャラドス、アンギラス、スシスシ、コータス、ファイアロー、ウルガモス、キョジオン、キノガッサ、イルカマン、ハリティア、マと、いうことになっております。1位サザンドラと、なっているわけなんですけれど、このポケモンね、まあ、やはりフェアリーが4倍なのがかなりきつかったポケモンですので、それをね、テラスタル、鋼、炎、そして毒ですね、このら辺に変わることによってフェアリー弱点を克服したというところから、さらにね悪がやっぱ強いんですよね。打点としてもね、もう何としても悪が最強ということで、今回の、ランクとしてはね、悪で、まあ、サーフゴー、グレンアルマ、メスイエスさん、ラウドボーン、ゲンガー、ソーブレイズ、まあ、このあたりにね、まあ、効果抜群つけると、なっておりまして、まあ、特にサーフゴーに抜群つけるのは使用率2位ですからね、相当神がかっていると、言えると思いますし、ひるみ効果も強いですし、普通に通りがね、悪タイプかなりいい、優秀なタイプとなっておりますので、まあ、サザンドラのね、攻撃性能かなり評価されているんじゃないかなと思うとともに、さらにね、ガブリアスと違って特性浮遊なのもね、まあ、すごいいいんじゃないかなということで、フェアリーをね、半減するための鋼、毒、炎あたりが全部地面弱点なんですけれども、それがね、浮遊で無効化されますというところでね、弱点が1個減りますっていうのはかなり最強ポイントです。まあ、刺さんだらね、まあまあ素早さ早い上に、まあ、テラスタルとかもね考慮すると、まあ倒しにくいと、で攻撃性能も高いと、まあ、納得の1位かなというふうに思います。そして2位サーフゴーですね。これサーフゴーはね、いやーなんか見た目よりね強いね。見た目あんま強くなさそうなんだけどね。まあ、このポケモンね、ゴールドラッシュっていう技がありまして、鋼のね、威力120の全体技で、これバケモンほど最強です。なんですけれどもね、まあ、打ったら特攻は1段階下がってしまうんですが、もうそんな関係ないぐらいこの技強いです。まあ、鋼タイプのポケモンね、そこまで、まあ、今環境には多くなくてですね、まあ、このランク表、だけでも、まあ、ドドゲザンしかいないかな。っていうぐらい鋼はね、まあ、優秀なアタッカーがあんまいないということからかなり重宝されてて、まあ、フェアリータイプもね強いと、ドラゴンが強いならフェアリーが強いならフェアリーに強い鋼が強いというところはね、かなり、この強さの、3すくみみたいになってるかなというふうに思うわけです。その鋼打点、だけじゃなくてね、鋼が通らない相手にシャドーボール、ゴースト打点もあるということで、攻撃範囲は相当最強です。さらに特性のね、黄金の体がなんとね、キノコの胞子とかもいらないやつを全部無効化して、デンジャーとかトリックもね効きません。最強です。まあ、命の玉、メガネあたりが多いかな。スカーフとかもね最近ちょいちょい見るかなって感じなんですけれども、まあ、雑に使って、採用してね強いポケモンということで、サーフゴー今後もね弱くなることは基本的にないんじゃないかなと、いうレベルの超絶アタッカーポケモンで最強です。さあ3位ガブリアスでございます。ガブリアスもねやっぱりテラスタルとかなり相性がいいポケモンで、結構ね地面のテラスタル、まあ、多いかなっていう印象は受けるんですけれどもね、まあ、鋼とかフェアリーとか、まあ、炎なんかもまあ強いかもしれませんということで、ガブリアスもね、まあ、相当、素早さ、この環境においては高い方と、サザンダレも上取れますと。まあ、ただねサザンドラ、まあ、テラスタルされると倒せないっていうところもあるんで、まあ、難しいっちゃ難しいんですけど、まあ少なくともね素早さ上取ってるっていうのはかなりいいところではございます。まあ、このポケモンね、なんといっても自信が強いポケモンかなと思うんですけれどもね、浮いてるポケモンがねそこまでね多くないなーっていう感じですね。はい、ミズロトム、そしてヤミカラス、まあ、カイリュウ、ギャラドス、まあ、ファイアロー、この辺りかな。このランク表でいうと、このら辺のポケモンが地震、向こうで巻き込まないというところなんですけど、まあ、多くはないよねって感じですよね。
なんでね、味方を巻き込むっていうね、あのイライラがかなりつきまとうポケモンとは、なっておりまして、ダブルバトルだとね、激凛は相手のね、対象選べないので、どっちに飛んでいくか分かんないってことで、使い勝手がねもう終わりレベルなので、ドラゴンクローがよく採用されるんですけど、威力がちょっとね足りない。サザンドラはね流星群とかあるんで、まあ、かなり高打点出せるんですけど、ガブリアスちょっと足りないかなっていうところで、まあ、ここでサザンドラに劣っているのかなと思うもののですよ。とはいえね、やっぱりこの圧倒的種族値の優秀さ、そしてね剣の前とか、まあ、ハチマキとか玉とかのね、まあ、超絶高圧的アタッカー、まあ、素早さを生かしての、まあ、なんとなくの削りとか、まあ、その辺はね捨てがたいものがある。やっぱサーフ号にね自信で抜群つけるのは相当いいね。この指止まれとかされながらね、サーフ号になんか悪巧みとかされたらもうたまったもんじゃないっていうところもありますので、まあそういうね、サーフ号を狙えるっていうところはかなり評価ポイントで、まあガブリアス使いにくいとはね、なんかアピールしちゃってる感じありますけれども、ガブリアスを主人公にして浮いてるポケモンで固めればね、強いパーティー組めるっていうところなんで、まあそこはね、まあどんなパーティーにも入るポケモンではないんですけど、強いポケモンであることは間違いないから、この3位にね位置するんじゃないかなと思います。そして4位、闇カラスとなっておりますけど、このポケモンね追い風、先制使えるというところと、黒い霧がね、使えることによってヘイラッシャーをね、簡単に対策することができるポケモンとして重宝されていますし、サザンダーのね流星群、そして、サーフ後の、ゴールドラッシュ、これによるね、特攻の加工もリセットできるとか、あとはねガブリアスに、入れられている威嚇とかもね黒い霧でリセットできるということで、意外とね黒い霧が汎用性も高いし、トップメタのね、寿司も対策できるというところから、かなり強い技となっていて、しかもイカ様とかねブレイブバードみたいな攻撃技も強くて、挑発も覚えたりとか、まあ、優秀なサポート役ということで、まあ、使用率としてもね、まあ、41.59% めちゃくちゃ高いです。まあ、こいつ悪タイプなんでね、なんかいたずら心挑発とかでこいつを止めるっていうこともできないんで、対策するのはねかなり難しい、部類ではあるんですが、まあ、ガンメタするならどうかな、まあ、猫騙しとかしながら集中してもいいかなっていうところ。こいつね守るの採用率は現状あんま高くないと思うんで、まあ、猫騙し絡めて集中して追い方晴らせないっていうのもかなりいいんじゃないかなと思います。さあ5位、マスカーネ。このポケモンねやっぱりトリックフラワーが本当に強い、畑落とす不意打ち強すぎる、タイプ1技がね本当に強い、素早さがクソ高い、もう全然抜かれません。でトリックフラワーがね威嚇食らわない、壁食らわない、爪痕食らわないで、草打点がねこれ全体見てもね分かる通りかなり少ないと、まあ、キノガサぐらいかなっていうところなんで、まあ、草はね打点としてもかなり重宝するっていうところで、水テラスタルとかもね結構するポケモン多いんで、それに対してもねかなり強く出れるというところから、もう一定以上のねポジションは今後も確定かなっていうところと、まあ、個人的にはね、まあ、一番強いと言っても過言ではないぐらいの使用感を感じている、ポケモンでございます。さあ6位はモロパレルとなっているんですけど、このポケモンもね地味に、まあ、テラスタルによってかなり強化されているポケモンなんじゃないかなと思います。やっぱりね弱点はまあ言うてもあるんですけど、まあ、その弱点疲れることによって、まあ、トリックルーム張ってないと上から集中攻撃で、まあ、楽に倒されちゃいますよみたいなポケモンなんですけれども、テラスタルすることによってね耐えて下からキノコの奉仕受けますも最強です。もう終わりです。高校催眠ね通っちゃったらもうかなり巻き返せないっていうところあるので、極悪なポケモンとなっているかなと思うんですが、まあ、とはいえ、ね、相手が草テラスタルしてきたら、まあ、対策されるんで、モロバレルは本当にどうしようもないって人はぜひね草テラスタルとかも検討しながら、まあ、対策してみてください。まあ、早いポケモンとかね5体埋まっちゃって、最後6体目何入れようみたいになった時には、ね、結構モロバレルとかおすすめのポケモンになってくるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、相手がトリックルームじゃなくても出せるし、トリックルームだったとしては結構強いというところで、トリル対策枠としてはかなり優秀な部類となっているかなと思いますし、クリアスモックもね覚えるんで、あの寿司にもね強いと、寿司はねあの草テラスタルしてくることかなり多いんで、キノコの方し通らない可能性っていうのはもう相当多い、身代わりもありえるし、すごい怖いんでクリアスモック打ちましょう。まあ、身代わりには身代わり割ってから結局クリアスモック入れないといけないですよね。さあそして次7位、オーロンゲとなっております。このポケモンはね、まあ、いたずら心で、まあ、優秀すぎる、もう壊れレベルの優秀な補助技を覚えるっていうところで、ダブルバトルではねもう剣盾登場時からなんだこのポケモン強すぎるってなってたと思うんですけれども、なんならね捨てゼリフっていうね最強技を習得して帰ってきたというところで、とどまることを知りません。まあ、ただね、まあ、なんとかこの位置に収まっているっていうのは、サーフ号とかニンフィアの影響が結構でかいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。こいつ出したらね、あのサーフ号がマジできついんですよ。
本当にきつい。なんかデンジャーも、食らえないし、トリックとかもできませんし、まあ、壁張って、まあ、そのうちになんか悪巧みとかされて次なんかゴールドラッシュで全抜きされるみたいなのもありますから、まあ、相当ね、まあ、注意が必要だと。まあ、もしねサーフゴーきついって場合は不意打ちとか、まあ、悪タイプの技、まあ、入れる方が強いのかなって思ったりも最近はしてますね。まあ、昔はね、まあ、ソウルクラッシュとりあえず入れとけばいいって感じだったんですけど、悪タイプはちょっと需要上がってるのかなって個人的には思っている次第でございます。まあ、現状光の粘土とかでね両壁、張ってくるやつが、まあ、一番多いのかなみたいな。で残りは攻撃技1個と、まあ、電磁波もしくは捨てゼリフとか入ってるやつなのかなという、ところでですね、まあ、早くポケモンホーム公開してください。さあ続いては8位、この技ルとなっております。このポケモンはねもう見た目、で思った印象よりはだいぶ強いポケモンと、君臨しているかなというふうに思います。まあ、現在ね大まかに分けて食べ残しビルドアップ型と、まあ、スカーフ命がけ型の2パターンぐらいが、まあ、よくいるかなっていう印象なんですけれども、このポケモンね HP の種族値が死ぬほど高いっていうことで命がけでね相手のポケモン大体倒せるっていうところがかなり有効です。まあ、いちいち効果みたいにはなっちゃいがちなんですけれども、割とね簡単に倒せるっていうのもかなり強いですし、まあ、ビルドアップ型はね、まあ、耐久で、もう倒されにくくして、壁とかもね光の壁をオーロンゲで張って、でそこからねビルドアップするみたいなポケモンなんですけど、ビルドアップからのドレインパンチ HP も回復できるし、倒される、過程でね技をいっぱい受けているとフンドの拳っていう技がねダメージ受けるたびに威力上がる技ですので、もうこれねやばいです。もう倒すためにね何回も攻撃してたら盤面崩壊するんで、倒すならもう弱点ついて一発でボーンみたいなとか流星群ボーンみたいなことをかなりしたいです。まあ、ゴースト格闘っていうねタイプも相当強いね。まあ、攻撃範囲もかなりいいし、悪がね抜群じゃないの相当きてます。まあ、こいつは言葉で説明してもなんか強さがちょっと伝わりにくいポケモンの一つなのかなっていう印象を受けますが、ぜひねランクバトル潜ってみてその強さをね、まあ、対峙して、まあ、実感していただければなというふうに思います。さあ次9位、一家ネズミとなっております。このポケモンね特性テクニシャンとフレンドガード、まあ、両方いるのかなというところなんですけれども、まあ、テクニシャンの方ねネズミ山の威力が居住山ぐらい、居住山より強いぐらいありますので、もう本当にやばいです。最強です。こんなにねぶっ壊れた火力をしているのに、まあ、このね順位に落ち着いているのはやっぱりねネズミ山だけしか火力が出せないんですけど、それがね、ゴーストタイプの、まあ、サーフゴーに無効化されるっていうのはかなりね痛いです。もう大体のパーティーにねサーフゴー入ってるんで、一家ネズミをね先発で出してネズミ山するぞってなったら、まあ、サーフゴーはきついと、なりがちかなっていうところはありますと。まあ、サーフゴーねこの環境のね中心を担ってるね、そう思うとね。あとはねお片付けだったりとかこの指止まるとかも覚えるっていうことで、まあネズミさん以外はもうね攻撃技はもうないに等しいぐらいなんですけど、補助技はね意外とかなり優秀なものを覚えるので、まあダブルバトルにおいてはね、まあ、かなり、まあ、今後も活躍していくこと間違いなしのポケモンとなっております。じゃネズミさんさこれマジで調整ミスじゃないのって思いましたね。そんなこと置いといて10位ニンフィアとなっております。このポケモンねフェアリータイプの中で、まあ、一番使用率が高いというところなんですけれどもね、ハイパーボイスがフェアリースキンのおかげで死ぬほど強いと、超絶アタッカーポケモンとなっております。トリックルームねしてもしなくても強いです。今まではね鋼タイプのポケモンに、ね、攻撃通らないし弱点つかれてきついですっていうね、のがニンフィアの、まあ、唯一の弱みだったのかなみたいなところだったんですけれども、今回ね水テラスタルとか炎テラスタルとかね、することによってですね、その鋼を受けても倒されないというところでね、ハイパーボイスゴリ押すことがねできるようになったんですよね。まあ、鋼で攻撃されて、まあじゃあ水テラスタルで耐えますと、ハイパーボイスします、じゃあ鋼に全然ダメージ与えられないじゃんって思うかもしれないですけど、鋼のね横にねハイパーボイスも全然通したいんですよ。鋼タイプに半減だけどまあちょっとダメージ入れつつ、横の本命のポケモンにハイパーボイス入れるみたいなことがまあやっぱりしたいので、それねそう考えると耐えることにはねかなり意味があるということです。まあ、喉スプレーとか結構多いのかなってところなんですけど、まあ僕は喉スプレーはあんま使わないんですけどね。まあメガネとか、まあ玉とかお盆とか、あとは鋼半減のリリバとかね。まあいろんな、持ち物がありますが、なんかフェアリープレートは現在ね、SV に存在してないらしいんでね。まあ昔はよく使われてたんですけど、まあ存在しないってことなんで、まあいろんな、アイテムが使われているポケモンですが、まあ評価は、まあ、個人的にはもう S ぐらいあるかな。S か A かどっちか迷うなってぐらい強いポケモンです。さあ11位、まあ、こっからはね、まあ、この分量で、まあ、喋ってたら、まあ、キリがないんで、まあ、さらっといきたいと思います。
まあ、グレンアルバはね、特性もらい火プラス草テラスタル、これがかなり強いんじゃないかなと。まあ、大体の弱点をね、まあ、半減したりとか、まあ、等倍に持っていきつつ、まあ、キノコの胞子もね、無効化できることによって草タイプで、テラスタルしてトリックルーム貼って、まあ、ワイドホースなり、まあ、アーマーキャノンで殴ったりとか、まあ、それ以外の使い方としてもね、トリックルーム貼らなくても、まあ、全然強いポケモンと、まあ、スカーフでも、まあ、全然強いというところからね、絶妙な素早さをしているポケモンでですね、エスパー炎ってどんだけタイプ微妙なんだよって思ってはいたんですけどまあ想像以上にね、まあ、テラスタルとかがあればこんなに輝くポケモンなんだっていうぐらいね、強いポケモンで、まあ、環境においては活躍してますと。まあ、僕ね、前ランクバトル放送した時、グレンアルマ主軸のパーティー使ってね、バグレベルの勝率で8位までいったということで、まあ、グレンアルマどう強いんだって思った方はぜひ、ね、そっちを見ていただければと思います。ニンフィアも、メインアタッカーの、一人です。さあ次、ミズロトムでございますが、こいつね、あんまりなんか今のところ僕当たってないからね、こんなに多いのは結構びっくりしたかなって思うんですけど、まあマスカーニャのね、トリックフラワーがバカほどきついけど、まあテラスタルすればなんとかなる。まあ大体のポケモンね、テラスタルすればまあ絶対なんとかまあなるだろうって感じはあるんですけど、まあテラスタルしたらなんとかなりつつも、まあ浮いてるのでかいね。うん、やっぱり浮いてるっていうのはこのルールにおいては最強の個性だなと。地面抜群の、まあ、テラスタルとかなり相性がいい特性となっていて、そこがまず評価高いし、水、電気、これはね、やっぱ電気が通らない地面タイプに対してハイドロが通るんで、これは、うん、もう説明不要の強さでね。なんと鋼タイプを4分の1に軽減できるっていうのがね、サーフ号に対しても結構ね、強く出れると。まあとはいえシャドーボール、まあ普通に等倍だけど、まあゴールドラッシュはね、味方に打たれても困るっていうやつなんで、ゴールドラッシュ打たしにくいっていうこと自体は結構強いですよね。そしてね、なんといってもね、これ見ていただければ分かる通り、電気タイプのね、ポケモンがクソほどいないということで、てかいないか、もうゼロだね。うん、ロトムしかいない。ロトムのね、ヒートとか、まあ、フロストとか、あとカットとかね、もう本当にロトムぐらいしかいない。あとはパルデアサンダー、ぐらいしか、まあ、あんまいないんでね、かなり重宝する電気打点となっているかなと思います。さあ、さて次はウィンディですね。このポケモンね、かなり強いポケモンであるんですが、それでもね、13位まで、まあ、落ちているというところで、まあ、ちょっとね、威嚇の評価が前よりはだいぶ下がってるのかなっていう印象がありますね。クリアチャームっていうね、強い持ち物が登場したことによってね、威嚇の裏目とかも、まあ出てきたりしますし、まあマスカーニャ威嚇食らわないし、このエザルはね、あの特性負けん気があるんで、まあそれにね、威嚇したら攻撃逆に上がっちゃうよ、みたいなのもあったりとか、結構ね、怖いポケモンですと。まあ、とはいえね、まあさすがにクソ強いし、神速もあるしで、まあこの位置にあるのは納得、まあもっと上がっていくかもしれないぐらいは、まあポテンシャルあるポケモンだな、というふうに思います。さあ次、14位、ドドゲザンですね。このポケモンはね、めっちゃ強いよ。サーフ号にね、抜群つける。で、シャドーボールも、鋼も、半減。これだけで強い。でね、クソ苦手だったのがなんと格闘なんですけれども、テラスタルでなんとかできるということで、まあ、優秀な攻撃範囲、そしてクソ硬い種族値に加えてね、耐性も克服しつつ、素早さがね、低い分、不意打ちっていうね、先制技でカバーできるのでめっちゃ強いです。普通にね、トリクルームなしの戦術で出しても不意打ちがあるので仕事できるし、相手がトリクルームしてきたら、あのね、普通に相手のトリクルーム利用して、あの先制でアイアンヘッドとかドゲザンとか打てたりするんで、もう本当に、このルールにおいてはどんどんここからね、使用率も上がっていくポケモンなんじゃないかなと注目しております。しかもね、特性は魔剣気、まあ総大将はね、ダブルじゃあんまりいないかも、まあ増えるかもしれないけど、まあ、魔剣気あるんでね、まあ威嚇とか、まあ、食らえませんどころかかもれますというところも強いです。さあ次は15位、イエスさんメスとなっておりますけれども、このポケモンもね、まあ、貴重なこの指止まれ要因となっておりまして、出るだけね、サイコメーカーでサイコフィールド張れるっていうところで、相手のね、先制技を封じることができてめっちゃ強いのと、さらにね、今回グレンアルマっていうね、バグレベルの相棒がいることによってね、グレンアルマのワイドホースの機動役としてもね、かなり優秀ですと。まあ、イエスさんグレンアルマは一つのね、アーキタイプとして環境によって君臨しているものかなと思うんですが、このポケモンね、やっぱりゴーストタイプ、無効なノーマルが入ってるのがでかいですよね。シャドーボール、まあ、やっぱり打つじゃないですか、サーフゴーとかね。それに対してこの指止まりすることによって無効化できますという圧力をかけてるだけで強い。まあ、エスパー以外のね、打点はちょっとダメージあんま出せないんで、そこは難しいんですけれども、まあ、今言ったね、まあことだけで十分に強いポケモンですので、まあ、かなり評価しております。いうことでね、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、今関係は回っていますということでね、この使用率見つつ、まあ、迷ったらこの中にあるポケモンからパーティーに採用すればいいです。で、この中のポケモンを対策すればいい感じに決まりますと。まあ自分の使いたいね、嫁ポケ、採用します。残りはまあこの中から選んだら
まあ、パーティーまとまりやすいということでね、ぜひこの、ランクを、ね、参考にして皆さんポケモンライフ過ごしていただければと思います。この動画のね、解説で良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録などしていただけると今後の活動の励みになりますということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。